こんにちは、ベビチューブです。肌触り重視。とにかくおむつかぶれが気になったから蒸れない通気性のいいものを選んだよ。そうだよね。頻繁に変えてもすぐに湿疹ができたり、お尻が赤くなったりするよね。そうなんだよね。密着性重視。私はパンツ型に変えるタイミングでおむつも肌触りから密着性があるものに変更したよ。釣り映えしだすと行動範囲も広がって、ギャザーがしっかりフィットしてないと足回りから漏れてきたりしちゃうから、伸縮性が高いものを選んでたよ。ほんとよく動き回るもんね。漏れたら服までびちゃびちゃになっちゃって、後片付けも大変になるよね。うんちがね、漏れたらさらに大変。大変だよね。コストパフォーマンス重視。新生時期に比べるとある程度肌も強くなってくるし、一度にするおしっこやうんちの量って多いから、意外と頻繁におむつ交換しなきゃいけないんだよね。わかる。新生時期はおむつかぶれしないかってことばっかり考えて品質で選んでたけど、授乳のたびにおむつ替えもしてたからコストはかかってた。そうだよね。でも実際に使ってみないとわからないもんね。メーカーによっておむつの品質も違うし、サイズも若干変わってくるから、私はネットで調べまくって購入してたよ。そうなんだ。赤ちゃんの成長に合わせて重視するポイントを変えていくのもいいね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ベビチューブではママに役立つ動画を毎日配信しています。 SNS もやっていますので、説明欄からフォローよろしくお願いします。リクエストもお待ちしています。それでは、バイバーイ。